本日のスペシャルゲストはパラスノーボードの市川貴人選手です。レーダーとしては僕のやってるパラスノーボードクロス4人でのレースなのでそれこそ簡単に言ったら F1 のレースを見てるような、こう、まあ、全日本の大会であったりとかワールドカップなんかも出られてる市川選手なんですけれども、はい、今までのこの競技人生の中で、うん、特に印象的だったなみたいな出来事ってこう何かありましたか？僕の競技シーンでの印象的だったことという、うん、2年前にスウェーデンワールドカップがあったんですけど、競技としてはデュアルバンクドスラロームっていう種目、2人が同時に滑ってこういう感じでコースを滑るんですよね。はいはいはい、2年前から初めて行われた競技で、そのワールドカップ出た時に初めてワールドカップで3位になった。もうそれがめちゃくちゃ僕の中では印象が強いです、ね、ワールドカップで表彰台っていうことですよね。そうです、そうです。すごい、はい、気持ちがね、全日本と、うん、やっぱそのそれを超えて世界ってなってくると全然変わってきますよ。やっぱもう全然違いますね。正直やっぱりゴールした瞬間にめちゃくちゃ叫んじゃいます。勝ったっていう、本当すごいおめでとうございます、ね、それじゃあ2対2で1対1でやってって、それをトーナメント形式でやっていくのか。あ、そうです、そうです。うわ、緊張する。怠慢、怠慢、確かに。それでも勝った時って感無量というか、だったらどういう思いでした？いや、もうなんか勝った時は、うん、もうなんて言うんですかね、もうなんとも言えない感情がこうお腹の中からふわーって、はー、もうなんか結構表現しづらいんですね。やってる人にしか分かんないのかな。そうですよね。でも皆さん、アスリートの方は皆さんそう言いますよね、うん、本当に、なんだろう、感情がガーッときて、こう言葉にうまくこうできない思いっていうんですかね、うん、ね、そんな経験をされたわけで、うん、そしてね、世界で表彰台に上ったりとか、こう、さまざまな経験と実績のある市川選手なんですけれども、はい、市川選手にとって今パラスノーボードっていうものって市川選手の中でどんな存在になってますか？パラスノーボード僕にとっては言うたら生きがいにもなりますね。やっぱパラスノーボードが僕自身の性格とか人生とかも作ってきたみたいなものでもあるんで、もう本当生きがいと言っても過言ではない。ただ結構今はそのパラスノーボードを僕的には広めるっていうか、障害を持っている人でもこういうでっていう風のをこう広めていきたいっていう風に言いつつもあります。おー、なるほど。ちなみに何か今具体的に普及の活動って何かされてたりするんですか？でも僕個人ではできてはなくて、うん、でも神楽スキー場の、はい、三ツ俣スノーボードスクールっていうところに僕自身インストラクターとしてレッスンを行いながら練習もしてるので、で今のところ2人ぐらい障害を持ってる方したりとかもしてるので、もし興味があればそちらとかに来てくれれば僕が教えることもできる。なるほど、なるほど。じゃあもしこの、ね、動画を見て、ね、自分でもやりたいっていう方がいた時って、例えばね、今あの市川選手のツイッターのですね、うん、リンクなんか概要欄に貼ってあったりするわけなんですけれども、うん、DM とかあったらこう教えてくれるってことですね。そうですね、僕結構いろんな人にもそういうことやっちゃうんですけど、はい、例えば動画とか送ってもらえれば、はい、その動画に対してもちょこちょこっとワンポイントとか持ってきたりもするので、気兼ねなくそう DM とか送ってもらえたら嬉しいです。そうですね、世界の大会で表彰台に上った選手がレクチャーを動画を出してくれるっていう、動画見てるんですよ。フォロワー数が増えすぎちゃったら多分そこまで手回らなくなるんで、ほんと今のうち、これは今のうちですよ。概要欄からね、ぜひ登録ね、消していただけたらと思います。そしてね、はい、まあ、今の話にちょっと通じるんですけれども、うんうん、この動画とかですね、こう市川選手のこうご活躍なんかを見てですね、はい、こうパラスノボやってみたいなっていう風に思った方、うん、多分いらっしゃると思うんですけれども、うん、そんな方々になんか一言メッセージいただけたらなと思うんですけれども、これから始めようとするその障害を持ってる方たちになんですけど、うん、まずは恥ずかしいっていうの気持ちは防いでほしいです、うん、やっぱ障害で、例えば障害だからできないとか、うん、障害でやっててもどうせこけるし、うん、なんか笑われたくないなっていや思ってほしくないです。なるほど。こけても滑れるようになった時の壁を乗り越えた時に日常では感じられないほどの楽しさが待っているので、なんかもうぜひともその自分の心の壁をどんどんそっかスノーボードをこうチャレンジしていってほしいなっていう気持ちがあります。なるほどね。まずはね、そういったね、こう心の壁を取っ払ってまずは挑戦してみようと
いうことですね。一回ちょっとその壁にぶつかっちゃった人は、それこそちょっと西川選手と相談の DM ね、ちょっと、はい、心強いですね、これを持ってほしい時は。ありがとうございます。そしたらね、今後のですね、内川選手の目標をお伺いしたいなと思うんですけれども、はい、僕の目標としてはもちろんパラリンピックでメダル獲得、楽しみで仕方ない。そうですね、プラス僕の中では北京、その次イタリア、その次は日本なんです。なんであと3大会はメダル獲得、すごい、すごい。これはもうメラメラと画面越しに伝わってくるんですが、皆さんもう早いうちにこれはもうね、ツイッター、ね、はい、ね、フォローして、そこでいろいろこう、なんでしょう、日常の練習だったりとか、そういう気持ちの部分だったりとかっていうのを発信されてるような感じですよね。そうですね、結構でもメインはインスタグラムなので、インスタグラムですね。インスタグラムを結構チェックしてもらえると嬉しいです。なるほど、はい、先ほど申し上げましたけど、市川選手の各種 SNS の URL、概要欄にありますので、ぜひね、フォローして、活躍のフォローで、はい、こう要チェックという感じで、フォローしていただければと思います。はい、そしてね、これからまあいろんな、ちょっとコロナとかもね、あると思うんですけども、いろんな大会とかにご参加されてって、その後のこう後日談だったり、舞台裏だったりのお話、またこういった形でお話聞かせていただきたいと思うんですけど、大丈夫ですか？もういつでも連絡ください。ありがとうございます。というわけで、今回ね、はい、動画を見て、市川さんファンになった方、興味いった方は、皆さんぜひチャンネル登録していただいて、はい、市川選手の、ね、第2弾の動画をぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということでですね、楽しい時間もあって今ということでですね、はい、本日のスペシャルゲストはパラスノーボーダーの市川貴仁選手でした。ありがとうございました。バイバイ。